で何やればいいんですかこの番組は。そう、今回の、まあ、ラジオドラマいかがでしたでしょうかって面白かったですよ、ね。前にいただいたおはがきじゃないやメールでですね、うん、なんか社会科見学をしていて子供に振り回される義乃と鴻上が見たいみたいな、あーなるほど、メールが来たところから、あ、着想を得て、はい、はいはい、そこにじゃあ空の森さんも絡めて、空の森だけに自分で押すやつなんだ。違う。滑った時用のボタンです。自分救済ボタンなんだ。自分救済ボタンを押させて。ドラえもんの秘密道具みたいな。自分救済ボタン。欲しい。滑ったら押すといいよ。俺常に欲しいこれ。シュール。これ押してくださいね。いつも関さんが暴走するんで。そうなの、はい。俺がポーって言ったら押して。いくよ。せーの。これ消えてんのかなこれで。消えてない。消えてないよ、ね。聞こえてると思います。同時に聞こえてるだけでしょこれ。あ、オンエア上は消えてる。そうなんだ。そんな手間をかけてるんだね。そうなのよ。なるほどね。大変な編集大変なんだよね。本当だよ。はい、さあなんか他にも、うん、押してみてる。あ、ごめんなさい。練習。バカなリスナー、バカなリスナーからもメールが来てるんでちょっと紹介してもいいですか。ちょっと語弊あるよ。潜在班から来てます。そうなんですよ。あのね。